今日は9時半前まで、9時20分くらいまで配信をします。なのでよろしくお願いします。なんかさ、ラジオのさ台本っていうかこういう感じですみたいなのがさ、スタッフさんから来てなくてさ、まだ未だに、だなんで呼ばれたのかもわかんないし、そうなんですよ。そうなんですよ。なんで呼ばれたんでしょう、私は。マックミックさん、松さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。謎い。あ、でも前回の台本見て、ちょっといい感じに。どんな感じだっけなみたいな感じに思い出しますねと思ったんですけど、特にそうですね。そう、番組のキャッチコピーをね考えないといかん。困った困った。あ、皆さんハルピョンの吹き出しとかもぜひよろしくお願いします。お願いします。吹き出しどうしよう、なんで呼ばれたんだろう、マジで。マジでなんで呼ばれたんだろう。かわいいから？イエイ。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。走らないとは今日ですよ、皆さん。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。え、待って、何にしよう。キャッチコピー。キャッチコピー何にしよう。パンダさん、8月はピョンドさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。前回は私は、なんだっけ、あなたのお耳になんちゃらみたいなやつ。あなたのお耳を独り占め、走らないとにドボンしないとっていうキャッチコピーにしました。
サットさん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。何がいいかな。ミャオさんってさ、あ、誕生日迎えて今日が初めての走らないとなんですね。でもなんか年齢隠してるとかありますか？どうしたらいいんだろパンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。どうしようかな。こんばんは。どうしようかな。ね、見た。ツイッターで17歳になりましたってつぶやいてた。見た。見た見た。そう、オリンピック系に絡めるのもありかなと思ってるんだけど、なんか前回が、前回、その前回っていうか先週のサッホーさんのが、ラジオ界の金メダル取るぞー、もう一番、これでもう OK じゃんね。そうなんですよ。だからなんか強すぎてそれ以上のものが出てこない、うん、だったらミョウさんが誕生日を迎えて初めてのラジオにかけた方がいいかなって思いつつ、そう、どうだろう。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。もうドボンは一旦置いといてください。ドボンのもうやったよ。もう前回もドボンでやった、今回もドボンでやった、もうよくわかんない人になっちゃうので。はい、まさまささん、ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんか誕生日系のなんかいいのないかな。
わかった、ちょっとママに送っていいか聞きます。あ、間違えたし、まゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。むず、これが一番むずいよね。本当に。サプライズレバーさん、赤血球ありがとうございます。サットさんハート、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ドボンはほぼ初心者、え、もう初心者でも全然なん関係ないですよね。なんかドボンの好きいいところってそれだと思うんですよ私。まあ確かにカードがどれだけ育ってるとかはまあ確かにあるかもしれないけど、でもどれだけ初心者でも周りのずっとやってる人と変わんない楽しみ方をできるじゃないですか。ポイントの格差っていうんですか、ポイント差はあるにしろ、そうだから、なんかそれが面白いなってドボンはって思ってます。まる、なんかバトフェスも確かにすごい面白いし、でもやっぱり強くないと強いステージにはいけないから、そうなんですよね、私は弱いんでちょっといけなくて、強いステージに、うん、山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。マイジャパンさんホイミーありがとうございます。サクタロウさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうなんですよね。なんか最近開こうと思ってなかった人の LINE を開きがちまだ返そうと思ってない人の LINE を開きがちで、ちょっとちょっとなって思ってます。北里光平さん、丹米麻婆さん、ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前回のドボーン、
まゆきさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。ネバーストップさんミラーボールありがとうございます。ちょっともうすぐ決まりそうだからキャッチコピー、いやもっと早くに決めとけよ、ごめんなさいごめんなさい。サットさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。ハルピョン今日は何刀流、3ショールームドボン走らないとのキャッチコピー考える3刀流です。今ちょっと待ってね、記憶を修正しながらいつしか大人になってしまった。ありがとうございます、ネバーストップさんミラーボールありがとう、ありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。キャッチコピーは今ママピョンと考えてます。てるちゃんがさん頑張れ、ありがとう。もうすぐか、今日はメールを3通ももう送りました。いや少ないってね、他のいっぱい送ってる人は送ってるんですけどね、少ねえよって言われたらそれまでなんですけど、私からしたら多い。よいしょ、ママピョン元気って、めっちゃ元気だと思いますよめっちゃ元気だと、 LINE してる感じはめっちゃ元気です。ギャローさんミラーボールありがとうございます。過去か未来かドボン、テルちゃんがさんのことドボンしました、ごめんなさいなんか今迷ってて、どれなんかどう、うん、なんかちょっとじゃあ今からニュアンスみたいな感じで言いますね。AKB48 走らないと with AKB48 っていう長さか、走らないと with AKB48 か、どっちがいいと思いますか
違う、だから長さを知りたいんですよね。なんか長すぎるかなとか思ったんですけど、別に長くてもいいですか？え、走らないと水 AKB48 か。走らないと水 AKB48 か、どっちがいいですか？短い方がいいのかな。短い方が喋らなくなっちゃった。短い方が良さげだって。ママ何かね、伝えたいことは全然違うんですよね。いや一緒なんですけど、その短い方にもう一言つけるか、そう、それともそのもう一言、最初の一言だけにするかっていう。あれなんです。タンベンマーボーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。伝えたいことは伝えた方がいい。確かに確かに、それな。確かにそれな。じゃあ伝えましょう。じゃあ2個とも言います。2個っていうか、女なんて言うんですかね、まあ、聞いてたら分かります。聞いて、これを配信見ててラジオ聞いてくれたら、なんか、あ、そういうことだったのねみたいな、なるほどみたいなのが分かります。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タンベンマーボーさん、かわいい、ありがとうございます。ドボンは押し設定っていうか、そのカードを一押しっていうのにしたら、なんかカードをデッキに入れて一押しっていうのにしたら、そのメンバーにしかポイントがいかなくなります。そう、なのでぜひ、ママにテロップかけなさいって言われたので書きました。うわっ、もうボロボロ見て、 iPad のケースがもうボロボロです。かけました、今パキパキ。やばい、もう欲しいものいっぱい今。かけちゃったよ。怪我しそう。
怪我しそう。今日は元気。あ、ゴールデンベッドタイム始まっちゃったよ。早くこの試合終わろうよ。早くみんな早くこの試合終わろうよ。スリーもらっちゃった。お、終わる終わる。早く終わって、早く終わって。今日はあの TVer さんでクイズザ違和感を見てて、けんちゃんさんミラボールありがとうございます。そう見てたんですよ、ひーちゃんが出てるやつ。ひーちゃんがひーちゃんとさくらさんとなこさんの3人が出てたクイズザ違和感をそう TVer さんで見てたんですけど、あの何でしたっけあれ。おお危ない、危ない、あれ名前忘れた。31バスキンロビンズのロビンスのあのアイスの問題あったんじゃないですか、覚えてますか。てかあったんですけど、なんかそのいっぱい種類が出て18個ぐらい種類が出てきて、このうち3つがないやつですみたいな。そう、その3つを当てましょう、あ3つ当てましょうじゃない、3つをその言わないようにして、あのなんて言うんですか、なんて言うの、もともと既存のアイスとは別に3つの、そのスタッフさんが考えたものを2つとノブさんが考えたもの1つがあって、それを排除してあの既存の15個を当てようみたいなクイズがあったんですけど、私結構31好きでなんと私一人だけだったらね、そうあれはなんか 10組の方々、10組のゲストさんがやられてたんですけど、そうなんと私全問正解しちゃったんですよ、コンプリートイエーイ、すごくない？だからハイピョンが一人でチャレンジしてたら100万円分だから100万円分のギフトがもらえてましたそうアイス好きなの、アイスが好きっていうか31、まあ、アイスが好き、基本知識なんかなんて言うんだろう、それこそハロウィンの時期とかはなんか行ったことあったんですよ、ハロウィンの時期に31に。でその時にあのミントのなんか
デヴィ夫人さんがどれがミントでどれがブルーなのみたいな言ってたやつとかあったじゃないですか。あれとかもわこれ食べれないけどなんかハロウィンっぽいなって思ったりとか、あとイースターのナコさんが当てたやつピーチヨーグルみたいなやつも知ってた。てかあれは食べたことある。そうで、まあ普通になんかカステラって普通にノブさんが言いそうだなと思ってでキュンキュンなんちゃらホッピングみたいな、キュンキュンポッピングホッピングみたいなやつはもうあれはもう確実に合成の匂いがプンプンしてましたでクリームチーズわさびっていうものがあったらもうえってなるじゃん絶対。もっと話題になるなと思って、私がそんな見たことないってことは、うん、知らない味なんだなと思ってそうです、コンプリート、すごい。でも確かにチョコレートチョコレートチップチーズケーキは迷った。そんななんかベリー何バナナベリーベリーチーズケーキだっけ、違うベリーベリーストロベリーなんだっけ、ストロベリーチーズケーキみたいなやつみたいなかぶせてくるかなと思って、ちょっとそれはワンチャン考えたんじゃないって思ったけど、それ以上に考えてそうなものがあっただからもっとなんか無難なシンプルな味のものとかだったら確かに分かんなかったかもしれないけど、もうそうだったらなんかチョコレートチョコレートチップチーズケーキが偽物だと思ったけど、うん、でも答えれました。私はすごい、もうサーティワン行き過ぎです。いやそんな行ってないんですけどね、なんかメニューとかをよくね見るんですよ。でなんかこの味があるからサーティワン行きたいみたいなパパに言っておねだりして買ってもらうんですけどはい、だから普段からメニューを見てるんですね、そうやって食べたい味が出た時におねだりするためにはい、てつさん、マックミックさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。そうなんですよ、それが生きてきましたね。なんか結構独特なメニューじゃないですかなんて言うんですか、あのあれが名前がさ結構独特なメニューが多いからなんか覚えちゃうのよ。だからもう暗記しようと思ってしてるわけじゃなくて、なんか人間って珍しいものを見るとやっぱりはっってなって一瞬頭の中ちゃんと回転するんですねそうだからそれが多分サーティワンはいっぱい起こってるんだと思います、そういうことがうん、そうそう、なんかその TVer さんの見てて、なんでそういう名前にしてるかっていうと、なんか
その名前なんかよくわかんない名前をつけて、これって何が入ってるんですかっていう、その店員さんとお客さんのやり取りを一つ生ませるためになんかよくわかんない名前をつけてるっていうのをキリンの川島さんが言ってらして、その番組内でうえーと思って、それは知らんかったと思って一つ学びました。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。チョコミントは好き嫌いだいぶ分かれますからね。私は食べれないです。チョコもミントも NG、 事務所 NG です。どこの事務所 DH DHNG、 DH がチョコミント NG 出してます、私に。はい、ごめんなさい。眠た。すごい怒涛のシュタンプをして急に去ってった、この人去ったっていうか急に塩対応。急な塩です。なんか私多分前からずっと言ってるんですけど、そういうなんかなんて言うんだろう、薬味とかなんかそういう系がちょっと苦手で、なんかの身から作られてるとか、そう香草系っていうか、そういうのがちょっと苦手なんですよね。そうカカオもだからダメだし、そういうネギとかわさびとかも NG だし、生姜みょうがもちょっと苦手だし、そうなんですよ、ミントもダメだし、だからなんかカレーもなんかカレーは、え、お、カレーは、あ、そういうこと、ちゃんと作る人、うちはルーはもう出来合いのルーっていうか、出来合いのルーっていうか、なんて言うんだろう、バーモントカレーのルーを使ってるので、そのターメリックとかそういうのじゃないんで、はい。あ、そうです、ジンジャーエールは苦手です。だからなんかジンジャージンジャーしてないジンジャーエールは好きなんですよ。あ、でもなんか一つだけ変なのがあって、そうシナモンは大好きなの、アップルパイ大好きなの、うん。そう、そこだけ気持ち悪いんだよね、なんなんって感じじゃない。アップルパイが好きでシナモンが好きになったんだけど、なんかシナモンが好きだからアップルパイが好きっていうより、シナモン、アップルパイが好きでシナモンが好きになって、プラスそっからチュロスが好きになったんですよ。そう、だからでもそんなめちゃめちゃ食べてる、シナモンめっちゃ食べてますってわけじゃないから安心してください。サイレントムーンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サクタロウさん、サットさん、ハートありがとうございます。キュンです。8月はピョンドさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。さて、ということで、それではそろそろ
いい時間なので一旦終わります。このあと23時より走らないと with AKB48 があります。ね、今回もちょっと残念ながらリモートっていう形になってしまうんですけど、あの私自身あのリモートでも頑張ってまあでもねリモートの方がどっちがいいんだろう。でもまあスタジオに行きたかったっていう気持ちはすごいあるんですけど、今は大事をとってリモートなのでリモートでたくさんおしゃべりできるように頑張りたいと思います。パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。そうなのでぜひ23時から聞いてください。それでは、この人この人とか言って、この人今私にハート送ってくれた人なんですけど、なんか私のカードなんかハーピョン、なんかソラノンのカードドボンで使ってました。なえってなりました。おかしいなーって、ちょっと話が違うよおいおいいやいいんですよ全然、でもなんか話が違うなーって。まあ、称号はまあもちろん称号まで私なのがまあ正式にね、ハルピョンのことを本当に大好きなんだなって思うけど、例えばさ、ハルピョンのときめきと、じゃあヒカルンのパラダイス持っててどっちをつけたいって聞かれたら、まあ、確かにパラダイスをつけたいなって、それはわかるから、まあ許すかもだけど、カードまで違ったらもうそれはもう話が違うよってなります。朔太郎さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。アクシデント中の替え歌なんだっけ、まさか他のメンバーをしてないかみたいな、なんだっけ、ふたわたをかけられたりしてみたいなやつ、忘れちゃった、もうもう忘れちゃった。私の歌割りじゃん、私の歌少し疑ってみたけど、いやいやもう歌えないわ、ええわいなものを、だから忘れた、なんだっけ、まさか他に彼女いないでしょうね、ふたまたをかけられ、まさか他に推しメンいないでしょうね、ふたまたをかけられたりして、少しというかだいぶ疑ってますまあ今後会った時に発表になってることを期待してます。はいということで、何の話しようとしたか忘れたので、何話そうとしたんだっけ今。ハルキャンさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。あ、私はね今称号は破壊のドボンなのでぜひ破壊のドボン見てください。何破壊のドボンってって感じですよねということで、それでは最後にランキングを、やばい待って、ランキングの前に待って、バトフェスギルドバトル参加するね、一瞬やばい
やばいやばい、いけるか、あと1分。急げ、入るだけでいいんだ、入るだけでいいんだよ。セーフ。あ、ドボンされた。あ、ありがとう誰か。あ、全然ドボンじゃなかった、ただ電波悪かっただけだ。セーフ、よかった、危な、ミッションクリア。今日も2回ともギルドバトルに参加しました。はい、それではランキング読みます。いきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位、A ダッシュアットピョンダさん、ありがとうございます。3位、ともゆきさん、ありがとうございます。4位、ネバーストップアット推しがラジオに出る理由、それは推しに出会うため。どういうこと、推しのラジオ、どういうこと。5位、サプライズレバーとチームウチランさん、ありがとうございます。6位、8月はピョンズ、9月もピョンズさん、ありがとうございます。7位、ギャローさん、ありがとうございます。8位、ギャ、違う、サクタロー、あとハルピョンに夢中、ドボンにも夢中さん、ありがとうございます。9位、マクメクさん、ありがとうございます。10位、鉄ピョンちゃん超かわいい大好き、ぜひ安心安全に、健康が大事、ぴょんに心配、大丈夫、ハーピョンめっちゃ元気です、ありがとうございます。12位か、あ違う、13位、サットアット今日もハルピョンに癒されたわ、イエイ、ありがとうございます。13位カートピョンズさん、ありがとうございます。12位カートピョンズさん、ありがとうございます。13位、すみちゃんアット茨城は10点いったけど売り切れで飲めなかったピエン、電話するといいですよ、もしもしって、今日なんか今日の分売り切れましたかとか、そう、そしたら行かなくてもっていうか、うん、なんか私が見てる YouTuber さんはなんか電話して1店舗目電話して、でもその店舗はなかったからもう1店舗電話したら行けましたみたいな、そう、茨城のじゃないけど、だから電話すると電話つながらなかった。茨城に縁がないってことだしね、出すね。出すね。はい、そして本日のラッキーエイト88位はデレン、ジョースターさんかな、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。茨城の都心近くは朝行っても在庫がゼロの店舗ばかり、まあそうだろうね、あんだけ人気だったらね、まあ美味しいものは一番太るんで。うん、一番カロリー高いんで、そうですね、600キロ以上カロリーがあるので、美味しいものは糖と脂肪でできているんだよ。どっかの CM みたい。はい、ということで、今日も皆さん一日元気で見てくださりありがとうございました。またね、明日は丸一日ショールームできるぐらいなんですけど、さすがにそれはあの死なので、はい。ちょっとそれは無理なんですけど、まあ、月曜日だしね、そうだね、みんなも暇じゃないもんね。お、8000万ポイント突破、イエーイ。ということで明日もぜひドボンで1日私も回してるのでドボンで会いましょう。そして明後日は、うん、明後日は何もない、間違えた。そして今日の夜この後23時から走らないと
ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。この後ドボンで会おうね。私はもう見てお風呂に入ったからもういつでも永遠にドボンできます。この後24時まで、あ嘘、23時までか今日は。あでも待って、そうです、23時までです。ちょっと待って、たけにいちゃんさん、ミラボールありがとうございます。最後に読んだ、あ歌って、まだちょっと時間はちょっとあるので歌って終わりますね。I wanna go ラプトリプト時の彼方へ。ありがとうございます。皆さんはぜひぜひっていうかもう絶対ドボンしながらラジオ聞いてください。みんなはできるでしょう私は仕事だから23時までしか今日はできないけど、みんなはできるんだから絶対やってください。よろしくお願いしますそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハートがなかったら CM を見ればいいありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。それでは、あラジオ聞けないからドボンしとく、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう。それじゃあまたね、バイバーイ。ドボンまたはラジオで会いましょう。お風呂はもう入ったよバイバーイ。